草雲は、棚雲下に属する雲である。ミャンマー、中国大陸の河南から、東北、朝鮮半島、日本の北海道から九州までに分布する。人家、神社、寺院、公園などの樹木、生垣、林の周りや林道といった比較的明るい場所にある、草木の間に大きな棚網を張る。日本ではごく普通に見られる。体調は、 オスが12から14ミリメートル、メスが14から18ミリメートルであり、クモとしてはやや大型。オスはメスよりややキャシャな体つきをしている。体はやや前後に細長く、肺褐色、全身に細かい毛が生えている。頭胸部は楕円型で、中心線を開けて両側に濃い褐色の縦線が生える。腹部は前方がやや丸い卵型で、背面には左右に、 数体の濃い褐色の反紋が並ぶ。なお、幼虫は色が全く違っていて、全身が赤に近い赤茶色をしている。亜生体になると次第に成虫の色に近づく。草雲の網は棚網と言われる型である。糸を重ねてできた膜を枝葉の先端に水平に張り、雲はその上に乗る。網の奥には糸でできたトンネルがある。このトンネルは 雲の巣にあたり、トンネルの奥は穴が開いている。雲は普通トンネルの入り口にいて、外敵に襲われた時はトンネルに逃げ込み、さらに奥の出口から外へ逃げることができる。トンネルの口から広がる糸の膜は、トンネルの前方に水平に広がり、周囲はやや上に反る。トンネルの口の周辺はややロート型になっている。糸の膜を支えるように、 上に向かって、籠状に組まれた糸が、膜の上部に広がる。つまり、巣の入り口に網が広がったものである。クモは、餌の昆虫が、膜の上に落ちると、素早く駆け寄り、小さな虫の場合は、そのまま食いつく。大きい虫の場合、周囲を回りながら、糸をかけ、次第に糸を絡めてから食いつく。その後、トンネルに引きずり込んで食べる。秋の終わりに散乱する。 産卵はトンネルの中で行い、卵は袋状の卵のに包まれる。袋は多方向に糸で引っ張られて中空に吊るされ、引っ張られる方向へ表面が尖っている。卵は年内に孵化するが、幼虫は袋の中に止まり、翌年春に外に出て秋に成熟する。国産蜘グモはよくイソウロウモを住まわせている。特にチリイソウロウモと 二尾イソウロウグモが住み着いていることが多い。このうち、チリーソウロウグモは家主を襲う性質が強く、時に闇を乗っ取られている。ヤリグモが侵入しているのを見ることも多い。また、クサグモヒメバチの捕食規制を受けることが知られている。クサグモヒメバチは、巣の中に侵入し、クモを麻酔して体表に卵を産みつける。麻酔から覚めたクモは、卵から孵化した幼虫に体液を吸収され、 最終的に食べ尽くされる。ごく禁煙なものに、国作雲がある。国作モより小柄だが、外見も習性もよく似ており、区別はちょっと難しい。胸の背面にある2本の黒い縦線が、国作雲では、灰色の横線で区切られているのが、区別点である。形態、習性がよく似ているにもかかわらず、産卵習性は大きく異なる。国作雲は、 地上の石の下面で散乱し、乱納は上面に盛り上がった円盤状で平坦な面を石の面に密着させる。乱納内の卵は草雲と異なり、越冬後に孵化する。より寒冷な地域に多い稲妻草雲は、小草雲に似て全身が黒っぽい。このほか層の上に棚網を張る雲としては山八雲がある。八雲族のものは普通。 地上や朽木の仮面などに網を張っているが、山八雲とその金運園主は背の低い草や低木に棚網を張る。山間では見かけることがある。山八雲は他の八雲と比べると飼育時にすかさず空間の髪型に映像する傾向が見られ、それにより山八雲のグループと認識されることが多い。小草雲、草雲、稲妻草雲は 幼体器の色が違うことが知られる。都市部では冬は、霜降りやちぐも類の溶体が樹皮下で越冬しているものが見られる。また、人家の水回りでは、小型の小棚雲が出現しやすく、霜降りやちぐも、または、メガネやちぐもと思われるものは、私有ともに屋内に侵入することも多い。深海栄一、ネイチャーガイド日本の雲分一総合出版、2017年増補改定版。 117ページおよび118ページありがとうございます。